はい、そして最後にご紹介させていただくのが、はい、まあ、年間通年で提案できるようなダイバー素材ですかね、はい、そうですね、ウェットスーツのような生地感の、はい、バッグになっております、はい、非常に軽やかなんですが、この立体感のある、うん、ニコちゃんが、ニコちゃんが可愛らしいシリーズとなっております、はい、もうね、形もとても使いやすい、ちょっとバケツ型というか、丸底の、あ、本当ですね、はい、感じで、正面見ても可愛いですね、そうなんです、ちょっとこうタックが入ってて、ふわっと立ち上がるような、コロンとしたようなスタイル、はい、デザインになってます。入り口もしっかりで、はい、大きいので、うん、でファスナーのポケットもついているので、鍵とかも安心していただけますね。オープンポケット2つと、うん、あのファスナーポケットが1つついている、はい、で一応ペットボトル入れて口元がギリギリぐらいな感じですね。大きさもマグネットボタンついているので、はい、しっかり締まるような形。表面はニコちゃんフェイスがあるんですけど、後ろは結構シンプルに無地の感じ、ね、無地にしてますので、はい、ちょっとこの辺もどちらが見えても可愛らしい感じのシリーズ、さりげなくニコちゃんが笑ってますし、なんか後ろに間違ってこう持ったとしても、ちょっとこういう感じで、はい、色合いも綺麗なので素敵です、可愛いと思います。ニコちゃんのカラーの配色が若干お色によって変わるような感じですね、はい、前色ちょっと変えたかな、ね、はい、シルバーと、これがシルバーとイエローですか、ね、はい、イエローになりますね。なのでバッグの本体はイエローでお出していただくと、はい、こちら生地の色味で登録されている、はい、こちらがピンクですかね、はい、こちらがピンクになりますね、ちょっとパープルっぽい感じの深みのあるピンクなので、意外とこれもお洋服合わせやすく、そうですね、はい、ブラウン系のお洋服とかに合わせてもらっても可愛いですし、秋冬も意外とアクセントカラーになりますし、大丈夫だと思います。年間通年で使えそうです、はい、じゃあブルー、ブルーです。でこちらもブルーなんですけど、ちょっとこちらもパープルっぽい感じの色合いが入った、ちょっと他にないような、そうですね、落ち着きのあるような色合いな、鮮やかなブルー、綺麗です。よく行って、はい、このベージュ、この子がベージュです、ゴールドの顔だち、はい、ちょっとより大人っぽい、はい、ニコちゃんのシリーズをちょっと演出してるかなと思います。そうですね、ちょっとなんか大人っぽいか、落ち着きのある感じですね、はい、そして最後ご紹介するのはブルー、あ、ブラックですね、はい、ブラックですね。でシルバーフェイスになっていて、かっこいい、まあ、この辺がちょっとモノトーンで使っていただけるような形になって、まあ、差し色がいろいろ選べますよっていう形なので、まあ、色があると店頭が華やかになって可愛いかなと確かに、はい、思います。こちらお値段が4540円となっております、はい、こちら納期はいつぐらいですか、はい、これがね9月の頭ぐらいになりますねただなんかこう年間定番で、もう息の長い商品だと思うので、まあ秋冬シーズンだけじゃなく、その後春夏シーズンも継続して提案しやすいアイテムかなと思いますので、ぜひお店の定番アイテムとして導入をおすすめします。おすすめします。結構立体感があって素敵です。ちょっとずっと見てられる感じです。とても可愛いです。はい、ということでありがとうございます。